皆さんおはようございます。工学とは何か全体の話をしたいと思います。私は大久保です。東京大学に入学すると、まず最初に教養学部というところに入学をします。理科1類から理科3類、文化1類から文化3類。こういった中に所属しますけども、理系を志望する方は全部で10個の学部が東大にはあるんですけども、このうち理系学部と言われているのが工学部、理学部、農学部、薬学部、医学部。よく言われますのが、医学部とか薬学部とか農学部って何やってるかよく分かるんだけど、理学部とか工学部っていうのはなんか似てるようで、よくね、大学によっては理工学部なんていう名前のところもありますので、理と工の違いがなかなか分かりにくいななんていう声を聞くことがよくあります。今日は少しそういった話をしたいと思います。皆さんの高校で周りの先生で工学部を出た先生がいるよっていう人はちょっと手を挙げていただけますか。高校の先生で実は工学部のことをよく知ってる人って意外に少ないのが現実なんですね。でその前にちょっと一つだけ自己紹介です。私は化学システム工学の教授をしていまして、ナノテクノロジー、こういった結晶の材料を作ってこれを環境やエネルギーに役立てよう、こういった分子のサイズの穴が開いているこういった結晶を作っています。そういった意味で非常に、科学にも近いことをやっていますし、これを使って環境浄化をしようという工学の研究もやっている、そういった研究者です。さて、工学部の歴史ですけども、工学部は東京大学ができた最初の段階で東京大学の中にスタートした、世界の中で工学部が大きい大学ユニバーシティの中でスタートした最初のモデルです。これが今世界中に広がっていますけども、坂の上の雲の時代です。西洋に追いつけ追い越せということで、殖産工業から始まったのが東京大学工学部の歴史です。その後、高度経済成長の時代を経て、今まさに世界のトップランナーとして高度な革新、新技術の創生のための研究を進めています。さて、工学というと何だろう、一言で言うとみんなが知ってるのは技術、科学と技術という言葉を聞くと思いますけども、工学というのはいろいろな定義がありますけども、一つ技術のための学問です。一言で言うとものづくりのための学問。確かに工学部最初にできた時にはこういった家を作ろうだとか乗り物を作ろうだとか、ね、いろんな機械を作ろうだとか、こういうところが工学部の発祥でした。ただ時代が今どんどん変わってきていて、ものといっても漢字で書くようなものではない、そういった時代に来ています。工学部でやっているその対象っていうのは昔ながらの漢字のものではない、非常に広がっています。ちょうど私たちが学生の頃に情報というものがですね、研究の対象になる時代が来ました。今じゃ皆さんにとっては当たり前だと思うかもしれませんけども、私たちの時代にやっと情報というのがですね、工学部の中の一つの大きな分野として、現れてきたわけです。その後、公害問題、環境問題やエネルギー問題や、今までは環境問題とエネルギー問題が一緒になった地球環境の問題ですとか、さらには資源の問題や人類の生存を含めたサステナビリティ、そういったことまで考えなければいけない時代です。すなわちどうやって街を作ったらいいか、どうやって地球を守っていったらいいか、そのためにどういう新しい産業を作っていったらいいか、そういうことまで今我々はやらなければいけない、そういった時代に来ています。工学の対象っていうのはますます社会に近づいているということができると思います。非常に工学部の対象っていうのは時代とともに変わっているんですけども、常に社会と密接につながっているということをぜひ一つ今日覚えておいてほしいと思います。さて、工学、英語ではエンジニアリングと言います。さあこれと理学、サイエンスと言いますね、サイエンス。この2つの違いって何だろう、ね、ここのところを少し話してみたいと思います。少し後で具体的な例を話しますけども、もう一つの例えば説明でこう書いちゃいましたけども、工学っていうのはたとえ全てが分からなくても答えを出す。理学っていうのはともかく分かんない時は分かるまで分かろうというのが理学の本質です。素粒子の物理、ね、物は何からできてるんだろう、究極を考えていこうというのがまさに物理の本質ですよね。化学反応が分からなかったら、本当は化学反応ってどうやって起きるんだろう、どういう速度で起きるんだろう、私科学の方もやっていますので、そういったことを突き詰めていく、アナリシスをしていくのがサイエンスの本質です。工学の場合にはもちろんこういった基礎科学の全てをベースにしていますけども、時代とともにこういった基礎科学をベースにしますけども、全てが分からなくても答えを出さなければいけないことがある。これが工学の大きなポイントです。私は科学の方の人間ですので、化学反応というのを少し勉強していますけども、そういった中で本当に例えば石油の中の分子が酸素と結合して燃えるということが分かっている反応っていうのはほんの一部です。ですからそこのところを理論の方々先生たちはまだまだもっと深く精密に研究をしています。ただこういったものが全部分からないと車って作れないかな、それを待ってないと飛行機飛ばせないかな、それでは何もできなくなってしまいますよね。社会から求められることというのは、どうやったらいかにエネルギーの効率が良くて環境に優しくて乗り心地が良くて事故を起こさない車を作ってほしいってことだよね。でこういった時にもちろんサイエンスのアプローチっていうのは分からないことを極めていこう。一方で工学のアプローチっていうのは全て分かるところを踏まえた上でできるだけいいものを作っていこう。ここの考え方、アナリシスとシンセシスの考え方が一番工学と理学の特徴です。ですから自分がどういう方に合っているかということをよく考えて皆さんの進路を決めてもらいたいと思います。で、工学を考える場合に一番重要な考え方の一つが全体像をシステムとして捉えるということです。すなわち対象がどんどん社会に広がってきていますので、対象とするものがどんどん複雑になっています。昔みたいにどうやっていいネジを作ろうかという研究だけではなくて、そういったネジを使ってどうやっていい、例えばパソコンを作ろうか、そういったことを考えなければいけない。その時はネジだけ考えていてはいけない、そういう時代に来ています。そういった時に工学で使う用語の一つにシステムという言葉があります。システム。ですから工学部の学科の名前にはシステムっていう名前がついているところがたくさんあります。でシステムっていうのは実は一つだけ授業でよく言うことですけども、必ず目的があって要素があるということを授業で教えますけども、システムっていうのはこういうものです。工学の対象っていうのはある意味で常にシステムなんですけどもね、それがだんだん広がって社会に近づいているというのが現状であります。いいですか。じゃあこういう考え方をすると何がいいかということなんですけども、例えば何が温度を決めるのか。サウナに入ったことある人、サウナってさ、100度 C ぐらいのサウナってちょっと高温サウナだけど、入ってもまあちょっと苦しいけども、まああと爽やかだよね。でもやかんが沸騰してるところ100度だよね。でもそのやかんの上に手乗っけると大やけどしちゃうよね。なんで100度なのにサウナだと気持ちよく快適で、なんでやかんだと怪我しちゃうんだろう。これ実は同じことがこれです。なんでうちわで仰ぐと涼しく感じるんだろう、ね、これは実はなんでエアコンが、ね、コンプレッサーでこうぐるぐる回しているとエアコンに温めたり冷やしたりできるんだろう。全部同じことです、ね、実はこれは物質が移動をして、その移動に伴って熱が移動をして、そのバランスで要素のバランスで温度が決まってる。実は周りの温度が100度だからって言って皮膚の温度が100度になってるわけではない。常にサウナの場合だったら表面から蒸発が起きていて、その熱のバランスで肌の温度が決まっているからやけどをしない、そういったことなんです。すなわちこういったことを考えるには全体を理解した上で、その中にある要素が理解できないとならないわけですけども、こういった内容は高校まででは教えないんだよね。いいですか。工学部に来ると例えばこういうことが分かる。そうなると実はなんで地球が300ケルビンぐらいの温度かっていうのはこれ分かっちゃうんです。太陽から来る放射熱と地球から宇宙空間に放射している熱のバランスを取ると300ケルビンになりますということが分かっちゃいます。こういったことが例えばシステムの考え方ができるとできるようになります。もう一つ、みんな化学反応って学校の授業で科学勉強したことある人。はい、ありがとう。で化学反応の中に一次反応とか二次反応とか話聞いたことある人。はいはいね、でも化学反応の中にさ、うちわで仰ぐとどうなるかって出てこないよね。でもバーベキューする時ってうちわで仰ぐと、バーベキューで起きてる化学反応って炭が空気中の酸素と結びついて CO2 が出る反応だよね。そこで熱が出てるわけだよね。なんでうちわで仰ぐと炭が真っ赤になるのかな。化学反応を勉強した時にうちわの仰ぐ速度なんか出てこなかったよね。これは化学反応が化学反応の速度定数で決まっていない例です。実は酸素の供給、酸素を送る速度がうちわでコントロールされることで実際の化学反応は決まっているんです。化学反応を決めている化学反応定数というもので化学反応速度が決まっていないという例です。いいですか？さっきと同じ話なんだ。物質の移動ってことを考えなきゃいけなくて、その物質の移動ってことを考えるには周りの流れってことを考えなきゃいけない。ね、こういったことが、工学の典型的なアプローチだと思います。全体を考えてその中での要素の関係を考えるということ、こういったことが工学特徴的なアプローチです。で、一つだけ持って帰っていただきたいメッセージがあります。基礎と応用というと皆さんよく基礎と応用がこういった軸の反対側にあるとよく捉えがちです。この考え方をぜひやめてもらいたいと思います。ぜひこういった見方ではなくて、基礎の反対は非基礎で、応用の反対は非応用。こういう捉え方をしてほしいと思います。そうすると工学っていうのは基礎もやって応用もやるところです。いいですか？ここをぜひ今日間違えないで持って帰ってください。理学というのは応用なんか別に考えなくていいから本質を捉えようというそのアプローチが理学です。実際のものづくりの現場は基礎までなかなかたどれないのでともかく作っちゃおうっていうのが現場です。これが一番困るんでいい例がないんですけども。で実は最近のノーベル賞っていうのは応用につながる基礎研究にたくさん出てきています。で我々の大先輩です、根岸先生は今の工学部の科学生命系の応用科学科学システム工学科学生命工学の前身の応用科学科の卒業生の大先輩ですけども、根岸先生の研究は、2010年のノーベル化学賞、東大の先輩が、工学部の先輩が最初に取ったノーベル賞ですけども、非常に基礎的な科学の反応ですけども、それが非常に世界の役に立つようなそういった科学の反応にノーベル賞が与えられています。昨年のノーベル物理学賞も皆さんよくご存知ですよね。 LED の証明ね。あの研究だって非常に基礎的なところと世の中の省エネにつながるような非常に大きな応用のところが両方ある研究ですよね。今時代が大きく変わっていますね。いいですか？基礎と応用、その両方が非常に大事なんだ、そういう時代に来ているということをですね、ぜひ皆さん今日持ち帰っていただいて、将来の進路を考えるときに、お役に立て役立ててもらえればと思います。私の話は以上です。どうもありがとうございました。